はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、真ん中に正体っていうのがありますが、トピックス的には2つあって、ちょっと先にねこっち公式生放送配信決定ということで、1月10日来週ですね、三枝さんとジバニャン劉備もいて、5周年アップデート情報ね、キャンペーン開催とかね、この辺の楽しい情報をお届けいただいて、クイズもね、また4問あるみたいなんで、はい、宝珠ね、もらえるみたいなんで、楽しみにしましょう。なんか、問い合わせはね、なんか、年末まで受けてたらしいんですけど、ツイッター見てなかったんでね、残念だったんですけど、ただね、今日から、超ガチャチケットがね、毎日もらえるので、ぜひね、ログインをしてみよう。最近ね、やってない人も、この動画を見てログインはちょっと待ってくれということで、話し方下手だな。なんかね、友達招待キャンペーンやってるみたいなんで、久々にログインする人はこっちを噛んでからやった方がいいかなという感じがしています。プニプニではね、よくあって、あるやつが、妖怪三国志でもね、5周年でついに来たのかなって、5年目でついに来たのかなって感じですね。ホームボタンから招待ボタンを押して、LINE で招待のボタンを押すと、友達ね、選べる画面出るので、それで、友達に送りまくって、ダウンロードしてくれよってね、久々にプレイしてくれよってね、はい、LINE でもつながってる人とは、それでいけるのかなと思います。プニプニみたいにどうなんでしょう、なんかリンク貼って、あれいけるのかなっていう感じするけどね。一応、新規友達は、12月29日5時までに本タイトルを遊んだことないユーザーに限ります。まあだからどうなんだろう、ダウンロード一回したことある人はダメなのかな。もらえる報酬は招待人と招待されない人で異な、された人で異なりますと。で、新規の人すごいね、した側の人、招待した人は転生コインもらえるんじゃん、超ガチャチケット2枚3枚、すげえ。じゃあ初めてね、これでやる人やってくれ。ついこの前1月3日に、今プニプニじゃない、今三国志始めるなら今がお得だっていう動画を出したのに、この2日後にこれが来てでもねそれでもね、3日4日でね、できたコインはあるからね、まあダメだったらリセマラすればいいしね、なんつうの、悪くないかなとは思ってるんだけどね。もし3日4日から始めてやり直したい人はやり直せばいいんじゃないかなと思います。やり方ももう分かってると思うし、そう、でもだから今始めるとさ、3日から始めてくれた人はそう、赤白紅白コイン引けたはずなんだよね、このかける10のね。で、今から始めても赤白コインは回せないけど、紅白コイン回せないけど、お年玉コインはね、ログインボーナスでもらえたり、今ね、通常ミッションで、これ体力ももういけるね。お年玉コインとかね、お年玉コイン福か、お年玉コイン2023っていうね、かなりえげつないコインも回せますんで、復帰だけじゃなくても、お年玉コインっていうなんか強烈なコインがまだありますんで、ぜひね、これ見てよ、この転生いっぱい入ってるコイン回せますんで、今ね、非常にいいタイミングですね、5周年。しかも私3日って言ってたの、この対抗棒が60連で毎日半額分が確定なので、そう、1月11日まで6回引けばね、対抗棒絶対ゲットできるんで、それに間に合ってほしかったなっていうのもあったんだけどね、とあんまりギリギリに言うとなんだなっていうのもあって、はい、そんな感じですね。で、新規友達招待した人、転生コインすごいね。で、新規友達で招待された人は、すごいね、これね。スタミナも100個ずつ。いいね、確かに。そして、腹筋友達を招待した人も転生コインもらえるの。あ、しかも宝珠ももらえる。すごいね。ありがたや、ありがたや。はい、という感じで。超ガチャチケットもね、1枚ずつもらえるらしいので、久々にね、プレイした人も、なんか、リンク、一応ね、私ね、コメント欄と、
にコメント欄とあとなんだか私のあの YouTube のなんだコミュニティ欄に一応貼っとくので、まあ、よろしければねそのリンクで復帰してくれたり新規で始めてくれたら嬉しいんですけど、復帰の人もすごいよ。超ガシャチケット10連超ガシャチケットと格とスタミナも100個か。まあ、3日で始めて人でなんか最初のスタートダッシュうまく切れなかった人はリセマラやり直すのもありかもしれんな。はい、うん。12月29日でいいんだね。で、復帰の人も12月29日が最終プレイならいいらしいね。なんでチュートリアルクリアしなきゃいけないけど、あと2日以上遊んでなきゃいけないらしいので、1日だけじゃなくて2日以上遊ぶのが条件みたいですね。なんで、はい、だから今日報酬はもらえないってことかな。はい、なんで今日復帰してちょろちょろっと遊んでまたちょろちょろっとで復帰友達は LINE の URL から経由しないで、で URL を経由せずに期間中にゲーム復帰した場合でも復帰特典、すでに復帰特典受け取り済みの復帰友達には URL を経由して遊んでも、メッセージは LINE 外でも有効ですということでね。はい、なんでまあ一応リンク貼ってみるので、よろしかったらね、プレイしてみてください。復帰の人がたくさんいると私美味しいな。ただね、私あれなんだよな、 LINE、 私ねメインとサブアカって、これサブアカの方なんだけど、 LINE が入ってるのこのサブアカの方だけなんだよねメインアカに LINE 入れてないんだよな。あれ LINE って二重に持てるんだっけな、なんかちょっとそれがよく分かんなくてさ、なんかサボってたらこんな風になっちゃった。はい、ということなんで、一応やり方としてはね、このボタンをポチッと押して、ポチッと押すと、これ出てくるんでね、これで招待を押すと LINE が開いて、まあ LINE インストールしてる人だけどね、うん、それで、友達選べるようになってるので、はい、ぜひね、もう最悪お母さんでもいいんじゃないのね、お母さんお父さんでもいいんじゃないのっていうね、はい、それで、いいよね、招待だけでも新規だけでもね。ただチュートリアル突破とね2日やんなきゃいけないっていう、なんかこの結構いいハードルがあるんで、まあちょっとその辺がね、身内招待した時にそこをやらせてくれるからねなんで新規は2日って書いてないのかな。なんで、うん、新規はでも3人までか。はい、なんでできたらね、この ID のリンクも解析して、私のメインアカウントの方にもちょっとリンクを貼りたいんだけど、ちょっと LINE 入ってるアカウントがこの無課金アカだけなんでね。で一応付け加えると、私これ無課金で、はい、やってまして、で前のね1月3日の始めるなら今だよっていう動画にもあったんですけど、この転生って去年の5周年からスタートしたんですよ。 まさに1月11日ぐらいから。で無課金ですけど、見てください、この転生の数こんぐらい。しかも結構四天童子なんかもうめっちゃ強くしてあるし、というぐらいね、楽しく遊べるので、無課金でもね、まずは課金はもっと楽しく、無課金でも割と楽しく遊べますんで、はい。まあ、ぜひね、縁があれば、方天寺チェンバね、今ならゲットしやすいですし、はい。新しくね、1月11日から5周年始まりますんで、ぜひね、よろしかったら入ってみてください。で、もし入った時の注意点がいくつかありまして、初心者の方はいきなりいっぱいガシャがあるじゃないですか。どれ回したらいいんだって分かんないと思うんですよ。で、これは、この一番上の対抗棒の方を回してください。で、これが、今ごめんなさい、私、あと60回で転生確定ってあると思うんですけど、そう、毎日、一発目がこう半額で、で、60回、だから、6日で、1440ホージャーあればね、対抗棒確定なので、この対抗棒強いんでね、ぜひ、回してください。で、
こっちのガシャもまあいいキャラではあるんですけど、5周年待ってからでもいいかなっていうね、そんな感じです。宝珠に余裕があったら回してもいいのかなと思います。まあいいキャラなんですけど、初心者にあんま向いてないかなっていう感じがするんだよな、個人的にね。で、あとこっちの妖戦の方のガチャで、妖戦これめちゃめちゃ強いです。なので、課金してる人は行った方がいいかなと思います。で、この文中っていうのもすごい強いので、課金の人、これ有料宝珠って書いてあるんですけど、有料で行ける人は引いた方がいいかなと思います。ただ次5周年が1月11日から始まるので、まあ初心者なら待ってもいいかなと思います。そして絶対やっちゃいけないのこれですね。ここに宝珠を使ってガシャ使うのがやめてください。絶対これね、 0.1% で 0.1% って1000分の1ですよ。ほとんど出ません、陽線なので。まあ文中当てられるからいいっていう声もあるんですが、これはチケットで当ててください。で、チケットは最初にこの天下統一戦っていうのをやるといっぱい手に入りますんで、とにかくね、この天下統一、こちらをね進めてください。多分最初はなんか弱いんで、全然最初で間に合うんでね、はい、どんどん天下統一を進めて、スタミナもねいっぱいあると思うので、どんどん天下統一を進めてチケットでねで回してください。で、あと最初に最初にね、初心者の方、一応ここに攻略の手引きがありますんで、ぜひね、この攻略の手引き、私は言いましたよね、まず天下統一戦をしようということで、そう。で、ガシャで妖怪やグマシャ集めよう。これもね、言いましたよね、回した方がいいガシャ、言いましたよね。で、食べ物チャレンジ、エクストラチャレンジね、これ、この辺ね、丁寧に書いてくれてますんで、ぜひね、参考にして、詳細もありますんで、大体ね、いろんな画面分からなくなったら、何でもヘルパーがついてるんですよ。これだったらほら、こう妖怪強化とかってあったら、ここにハデだったってヘルパーってあって、だいたいやり方が分かるように上の方してくれてるので、はい、なのでちょっと分かんなくなったらいろいろこういうねヘルパーを見たり、一応ねこういうここに設定じゃねえや、ここに遊び方っていうのもあって、ここでねいろいろ説明が書いてありますんで、ぜひねこういうのも参考にして、これ何度もいいけど、私これ無課金でさっきの妖怪手に入ってますんで、はい、十分ね楽しみのレベルはあるとは思うんですが、はい、いろいろ見てください。ものによってはこうやってほら100位以内にイベントによってはね入れたりするので、はい、全然無課金でもこうやって十分楽しく、コツをまあちょっとコツを知ってるっていうのも大きいんですけど、楽しく遊べてますんで、はい、ぜひね超いい機会ですね、これぜひ今ねいい機会なんで、ちょっとねやってみてください。復帰の人もね、復帰だけでも2日間ちょっとプレイしなきゃいけないらしいんですけど、復帰ね、ぜひしてみてください。はい、じゃあ、今回こんな感じです。ちょっと嬉しいね。転生コインできたら回したいんでよろしくお願いします。はい、じゃあ今回はこんな感じです。それではね、皆さんお会いしましょう。さようなら。紅白コインは回せなくても、もしかしたら確定のログインボーナスもらえるかもしれないんで、それもでかいな。もしかしたらまだ間に合うかもしれない。あ、どうなんだろうな。ツイッターの配布分が1月18日までに行けばいけんじゃねえかな。なんで、ちょっと配布分もあるんで、はい、それもぜひね、ちょっと、超ガシャチケットももらえますし、ぜひ、よろしく、よろしく。